こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。中国から輸入している尿素水が足りなくなり、日本におねだりを考えている韓国ですが、このままでは11月末に枯渇し、物流が完全にストップし、経済が崩壊するようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。軽油ディーゼル自動車の運行に支障をきたしている尿素水の大混乱で全国で悲鳴が上がっている。事態が早期に解消されない場合、問題が雪だるま式に増え、韓国経済全般に悪影響を及ぼすものと憂慮される。企画財政部や産業通商資源部、環境部などによると、政府は尿素水の品薄現象を解決するため、産業用尿素または尿素水を車両用に製造して使用できるかどうかを検討し、今月第3週初めに結果を発表する計画だ。尿素水はディーゼル車の排出ガスを低減させる触媒となり、石炭から抽出したアンモニアを原料とする。軽油車は15年から排出ガス低減装置 SCR の付着が義務付けられたが、ここに尿素水を入れてこそ運行が可能だ。尿素水を適時に補充しなければエンジンがかからなかったり、出力が大きく落ちる問題が生じる。特に貨物車、バスなど軽油車に必需品だ。大型貨物トラックの場合、ほぼ毎日尿素水を補充しなければならないという。最近、尿素水の品薄は中国から始まり、韓国の至る所に広まった。中国はオーストラリアとの貿易紛争で昨年10月に石炭輸入を禁止され、最近になって石炭大乱に見舞われている。石炭を原料とする尿素生産が減った一方、冬を控え石炭・尿素需要は増え、先月15日尿素に対する輸出貨物表示 CIQ 義務化制度を施行し、事実上尿素輸出を制限した。中国が輸出制限を緩和しなければ、今のような供給難が数ヶ月以上続くという見通しが出ている。産業界では、来月になれば、国内尿素水の物量が底をつき、貨物運送市場が麻痺するなど、物流大乱が起きかねないと懸念している。特に、国内尿素市場は中国産依存度が高く、特に韓国の打撃が大きいという。農家までも、尿素品不足による困難を訴えている。尿素は肥料を作る原料でもあるからだ。これは国内経済全般において重大な問題だと専門家らは口を揃えている。ヨンセ大学経済学部のキム・ジョンシク教授は、中国が今のように尿素水を供給できない場合、韓国産業に大きな危機が来る可能性があるとし、品薄現象が続けば、運送支障によって輸出や全般的な韓国経済に大きな悪影響が出ると述べた。貨物運行がオールストップし、全産業の物流移動を中止させる余地があるということだ。すでに火がついている物価をさらに刺激しかねないという見方もした。専門家らは、根本的にグローバル供給網への支障という観点から、主要輸入品目の特定国への依存度を下げる必要があると助言した。実際、我が国は特定国への輸入依存度が 80% 以上の品目が全体輸入品目10品目中3品目の割合であることが分かった。これさえも半分ぐらいは大衆依存だ。キム・サンボン教授は、尿素水をどのように供給するのか、他にチャンネルがあるのか、中国以外で探さなければならないと言及した。続いて、尿素水問題は韓国が大きく、他の国はそんなに大きくないとし、他の国から新しい供給先を探すべきだ。例えばオーストラリアにもあるが、我々はオーストラリアとの関係は悪くないと提案した。それでは、ネットの反応です。まず、SCR プログラムロックから解除しろ。環境問題は、その次に考えればいい。物流が止まって経済がオールストップするのは、絶対に防がなければならないんじゃないか？絶対に中国依存は下げなければならない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。